おはようございます。今日は5月17日ですね。5月17日、気温が 28.8 度、湿度 47%、 室温が 23.4 度で、湿度 41% ですね。はい、なんだかんだ言っても、外は暑くなりましたね。なんか、まだ5月ですけど夏に近いなという感じがしますね。ただそうは言いながらも急に寒くもなる感じもあるんで、どっちとも言えないですけど、まあとりあえず今日は昼間は暑そうです。はい、今日はキリマンジャロですね。キリマンにしました。久しぶりに単品を、入れるって感じですかね。はい、そして、今日の質問です。素人はどんなコーヒー豆を選べばいいですかと。はい、素人はどんなコーヒー豆を選べばいいですか。まあ多分あれだと思うんですね。UCC とかキーコーヒーとかカルディとかそういう意味合いのコーヒーというものだと思うんですね。まあ間違っても、モカだとかブラジルだとかパナマだとかちゅうものではなく、多分焙煎業者の名前でしょうね。多分この場合のどんなコーヒーを豆を選べばいいんですかっていうのは、つまりどういうことかというと、どこで買えばいいですかというふうに、まあ、解釈すればいいのかなという気がします。つまりどういうことかというと、まあ、安いコーヒーじゃダメですかっていうふうに、解釈してもいいのかなと思うんですね。大量生産している大手のコーヒー豆じゃダメですか、自家焙煎のコーヒー豆でなければダメですかっていうふうに、捉えると分かりやすいかなっていう気はしますよね。まあこの時に、まあどう答えればいいかって考えちゃいますよね。まず第一に、まあ僕はコーヒー屋なんで、コーヒー豆売ってる側なんで、できればこのコーヒープロでコーヒーは買ってくださいと言いたいとこは言いたいとこではありますよね。ただそういう話を聞きたいわけではないと思うので、素人の方、つまり初心者の方が、どういうコーヒーを選べばいいかというときに、一番にはあれですよね。例えばカルディならカルディ、 UCC なら UCC、 キーコーヒーならキーコーヒー、どっかで売ってるコーヒーなら何でもいいと思うんですよね。最初、スタートはまず第一に、コーヒーの入れ方も上手でないわけだし、まずは、安いコーヒーからスタートするしか方法はないと思うんですね。最初からこう高級品を、用意したとしても入れ方が上手でないのに高級品を最初からっていうのは、あんまり、意味がないような気がするんですね。まずは、安いコーヒーが上手になっていった時に、実を言うと大手のコーヒーでは満足できなくなった時に、だんだんとレベルアップして、例えば、自家焙煎のコーヒー屋さんみたいな新鮮なコーヒーをっていう風に持っていった方がいいと思うんですね。例えば最初の段階ではああいう大手のコーヒーみたいにお湯をさしても膨らまないようなコーヒーからスタートでいいと思うんですよ。だいたい入れ方も上手ではないわけだから、まずはその辺で練習という形でやってもいいと思うんですね。それは最初から新鮮なコーヒーのお湯をさした時に膨らむのを見て感動するのもいいんですけど、まずは最初はやっぱり慣れが必要ですから、コーヒーを立てるということを習慣づけてから、そういうコーヒー豆を使った方がいいと思うんですね。それまではまあ安いコーヒーでいいと思うんですよ。だから UCC であったりカルディであったり、いろいろなコーヒー屋さんで、できれば安いコーヒーを、まあ、買ってもいいと思うんですね。で、そういうコーヒーに満足できなくなった時に、
どっちかというとこだわっているようなコーヒー屋さんのコーヒーに、すると、一番、理想かなという気はしますよね。じゃあ、普通の、大手のコーヒー屋さんと、僕ら一応こだわっているというようなコーヒー屋さん何が違うかというと、まずあれですよね、ハンドピックしているかどうかというところはやっぱり違うと思うんですね。大手はやっぱりできないんですよ。で、まあ僕らのとこ、コーヒープロの場合だと、選別機を使って、一応焙煎した豆を選別機かけてそれからハンドピックをやるっていう作業をやりますけど、で、普通に選別機で何でもかんでもきれいに取れると、一般の方は信じてるとは思うんですけど、基本的にそれはないです。いろいろ、うちの代表がですね一生懸命、選別機に、欠点豆、まあ、不良豆をいろいろとデータを入力して、ああでもないこうでもない一生懸命やったんですね。設定をもう徹底してやったんですけど、それでも最終的に結論としては、選別機の限界というのは感じたわけですよ。結局最後はハンドピックなんだなというのは、我々の結論なんですね。その代わり、ある程度のとこまでは選別機が豆を最初、捨ててくれるので、その分だけハンドピックが楽になるという点では選別機自体は価値があるんですけど、基本的に大手は、まあ、選別機かけるかかけないかは分かんないですけど、かけてるかどうかも分かんないですけど、基本的にはかけてないと思うんですね。なんでかっていうと、焙煎機の機械のスピードに合った選別機って相当性能が良くないと無理なんですね。だいたい120キロだとか、250キロだとか、もう大量の豆をですね十何分で焙煎してしまう場合は、その十何分で焙煎した豆を全部選別機がその十何分でその何百キロというコーヒーを選別かけない限りは無理なわけですよね。だからそれはまあ無理だろうということで考えると、まあ選別機も通ってないであろうというふうには僕は予想するんですね。まあもしかしたら通ってるのかもしれないですけど、まあとりあえず、僕の個人的な見解では、まあ通ってないと予想するわけですよね。でその状態で、まあ結局焙煎した豆はそのまま袋詰めされたり、まあミルで引かれたりとかして、商品ができてくるわけなんですよね、大手の場合だと。あと、まあ粉の場合はもう完全にもうガスは抜けちゃってますから、お湯を差した時に膨らまない、これは当然のことですよね。これは僕らみたいなコーヒー屋で豆をひいた人だって、何日間かは膨らむんですけど、その後ガスが抜けて、コーヒーの粉が膨らまないんで、結局どっちもどっちっちゃどっちもどっちですよね。大手の場合は何ヶ月か経ったコーヒーかもしれない、僕らみたいな小さいとこはそんだけ経ってはいないけど、まあ引いた後っていうのはやっぱり膨らまないのは事実ですよね。膨らむ期間っていうのはやっぱ、豆を引いた後っていうのはやっぱ、極度に減少しますんで、これはしょうがないと。じゃあハンドピックに関してはどうかというと、まず第一に豆を引いた状態だったらわからないですね。ハンドピックしているかどうかなんか絶対わからないわけですよ。まあ味でわかる人もいるかもしれないですけど、基本的にはわからないということは、どういう豆が入っているかというのは本当わからないですよね、引いちゃった後っていうのは。じゃあ豆の状態で買えばわかるんじゃないの。これは本当わかります。素人でも分かります。つまりどういうことかっていうと、まあ当然我々コーヒー屋というのが、全部、ハンドピックもして、きれいな豆の状態で、売ってくれているんだろうと信じておるかもしれないですけど、そうも言っとれんので、大量に、
販売してるとこなんかはそういうわけにいかないので、やっぱハンドピックはできてないことが多いですよね。じゃあどうやったら見れるか分かるかっていうと、お盆にお盆でもいいですし、まあ僕らはザルを使うんですけど、お盆にこう豆をこう買ってきた豆をこう広げるわけですよね。ちょっと広げると、実はコーヒー豆って工業製品ではないので、結構一粒一粒の形っていろいろなんですね。だからそれをこう見ると、綺麗な、いわゆるコーヒーというのは、まあ、大体メインがフラットビーンズと言われるものなんですけど、平らな部分と丸っこい部分がセットになって、まあ、その2個が対になって大体豆って形成されてるわけですけど、そういうのがまあ綺麗に膨らんで、豆もシワは伸びた状態でこうあるわけですよ。だからそういうのが大半なわけですけど、そこの中に色が白っぽい、まあ、いわゆる未成熟な豆であったり、かびてたり、腐ってたりとかいう豆が少しずつ入ってたりするわけですよね。だからそういうのはもう、素人であろうが何であろうが、広げることによって結構わかるんですね。あとそれを、広げて結構わかるなと思って、例えばそういう豆を、ちょっと凝ってきたら、悪そうな豆をこう酔って外して、飲んでみるっていうのも一つの、あれですよね、アプローチですよね。で、何もせずに飲んでみたのと、そういうものを外して飲んでみた時に味の違いというのを体験するのもいいことですよね。そうすると実際に例えばすごい、安く買ったコーヒー豆でも、そういう豆をこうやって排除してみたら、結構豆が減っちゃったなと。もっと実質例えば 200g を買いました、だけど現実にはそこから何 g という豆が消えましたとなると、実質グラム数というのはハンドピックし終わった豆ですよね。そのハンドピックし終わった豆が、価格っていうことになります。で、自家焙煎のとこは大体ハンドピックしてあることが多いので、そういうので排除するものが非常に少ないと。で、その時に、値段の差っていうのが、最初大きく開いてたものが少し、狭まったりとかいうふうになりますよね。そういうふうにして最初は、まあ安い豆で、実際安いけどそういうハンドピックしてないコーヒー豆とかなんかを実際に、コーヒーを立てる、まあ、練習台ですよね。コーヒーは基本的に抽出技術を持てばある程度コーヒーはそこそこのコーヒーでも美味しくはなります。つまり圧倒的な抽出技術が重要なんですね。間違ってもコーヒー豆が良ければいいとかいう、ことは僕は言わないんですよ。基本抽出技術が圧倒的です。それは 何かっていうと、喫茶店でも昔の喫茶店はその技術がすごかったんで、もうコーヒーを、入れたてでしか出せないとかいうこともなく、実際にはコーヒー立ったものが時間が経っても劣化せず、温め直しても美味しいコーヒーが提供できた技術を持ってたわけですね。ただそれがだんだんと技術が衰えていって、今は入れたてでなければ出せないコーヒー屋が多くなったっていうのが現実だと思うんですよね。だからとにかく、素人の方がまず、やることは安いコーヒー豆でいいから、まず、コーヒーを飲むという習慣を作ってもらったが一番理想なので、とにかく安いコーヒーで、コーヒーの入れ方を一生懸命学んでもらうと。で、それができるようになると今度はだんだんと、凝り出しますから、人間はレベルアップし始めるんで、レベルアップし始めると、ハンドピックすることによって品質が上がるんだということが理解できるようになります。つまり、
大手のコーヒーでもそういうことをすることによって、品質が上がることが理解できるようになる。そうすると、だんだんと、鮮度というのも気になるようになる。で、鮮度が気になるようになると、初めてそこで、あ、ちょっと高いけど、自家焙煎のコーヒー屋さんのコーヒーっていうのを、やってみようかなというふうになると。で、自家焙煎のコーヒー屋さんの、お湯を差した時に膨らむというのに感動してもらって、あ、やっぱり、新鮮なコーヒーっていいよねってなって、大手からの脱却になっていくっていうのが、まあ、僕ら的な理想ですよね。代表コーヒー入りました。今日はキリマンジャロです。今日は力説してるなと思って、はあ、一応コーヒーの業界の、敵を作らず、あれですからね、素人の方が最初からいい豆を買えとは言えないじゃないですか。まずは、一般の大手の豆を買ってくださいねっていう、無難な線をついたという、うんうんうん、坊の意見はどうでしたかね。大体合ってるでしょ。うん、うん、まあでもレベルアップするのは面倒くさいという方は最初から自家焙煎のコーヒーをあそこへ来るああそうですか、いいですね。まあ私敵作りやすいので大丈夫です。僕がフォローして、いや いんですよ。でも敵作りやすいので、うん、もう そこを気にし始めたら何も言えなくなっちゃうから、はい、言うと、まあ、最初から、はい、いい豆をもう買え、訓練するのは面倒くさい、うん、っていう方は自家焙煎のコーヒーレベルアップって相当好きじゃないとなかなかこうこの上がっていかないような、上がっていくっていうか、そこにはまっていく人っていうのは本当にマニアになっていったりとか、うん、コーヒー好きな人だとは思うんですけど、そこまではいいけど、うん、美味しいものが飲みたいとか、うんうんうん、っていう人もいるじゃないですか、まあまあいいですね、私はできれば、うん、簡単に楽にをしたい、うんうん、楽に美味しいものが飲みたい、はい、食べたい、うんうんうん、っていうと、うん、言う人もいると思うんです、はい、中には、はいはい、それだったら最初から自己焙煎でも、うん、はい、ただなんて言うんですかね、こう多分私もそうだけど、美味しいものを探して、うん、その結局、うん、どのお店がいいかみたいなのは、うんうん、ある程度はやっぱりこう試さないと、うん、自分に合ったお店っていうのはなかなか見つけづらいとは思うんですけどね。まあどこもあれですからね、自家焙煎こだわり持ってますからね、うん、ホームページに大体こだわり持ってるって書いてありますからね。だってねえ、売らなきゃいけないからこう、あ、そうなんですよね、買ってもらいたいとしたら自分のいいところをセールスポイント言いますよね、はい、あ、言います言います、うん、だからそれは当たり前だと思うんですけど、はい、だからみんないいこと書いてありますから、ね、それはだって売らないといけない、はい、セールスポイントもちろん言いますよ、うんうんはい、いいとこ悪いとこなんてあんまり言わないと思うんですけど、もう いいこと言いますよね、はい、うん、まあだからそういう方は別に最初から自家焙煎でも、まあそうですね、まあただ何て言うんですかね、まあいっぱいありますからね、コーヒー屋さんもあります。なのでいっぱいあります、はい、自分に合ったコーヒー豆を探すのは、うん、
そんなにそのなんていうんですかね、巡り合いで例えばすぐ一番最初のお店が美味しい可能性もあるけど、何個か試さないと自分に合ったコーヒーが見つからない可能性はたくさんあるから。まあそうですね、うん、選択肢はいっぱいあるわけですよ、はい、その中でってなると難しい、なんていうんですかね、いくつか経験しないとっていうのがあるかなっていう気がするんですけど、うん、まあいろいろそこら辺を楽しんでた、うん、試してもらうぐらいの方がいいのかな。まあそこの中に我々コーヒープロの豆がちょっとこうこそっと入っとってくれるとありがたいですけどね。そうですね、うん、あとはなんかこうまあ結局どのお店を信用できるかっていうところになってくるとは思うので、うん、なかなかその合うところを見つけるっていう作業はちょっと時間かかるかもしれないけど、うん、でも自分に合うコーヒーってどこかで見つかるとは思うので、とは思いますけどね。あ、なるほどね。まあ私は結構こだわり出すといろいろ買っちゃうんで、うん、いや、あるじゃないですか、例えばワインがあるとするじゃないですか、ワインでも、まあ、このぐらいの金額のワインでみたいな感じで、例えば日常的に飲むんだったらこのぐらいの金額でいいかなみたいな感じで、やってて、ちょっと、いい豪華なワイン買っちゃおうかなとかいう時といろいろあるじゃないですか、うん、でコーヒーも基本的にはそういうもんだと僕は思ってるんですけどね、うん、日常的なものがすごい豪華なものばかりっていうのはちょっと難しいなと思うので、だから日常だったらこのぐらい、ちょっと晴れの日ならこのぐらいみたいな風に、イメージしておいたらいいのかなっていうふうには思いますけどね。そうですね、うんうん、まあそうですね、ただそれも結局知らない と、うん、私はあんまりワインの方はハマっちゃうと大変だなと思ってハマらないんですけど、はい、うん、例えば、まあ、日常だとこのくらいでっていう、うん、で晴れの日はプレゼントだったらこのくらいとか、うん、っていうのは知らないと、うん、まあ、無理ですよね。無理じゃないですか、ああ、無理ですね、ここのお店で買おうとか、うん、そういうのは知らなければわからないことなので、うん、まあ、そういう意味ではやっぱり経験しないとちょっと難しいのかなっていうのは思いますけど、まあそうですね、まあ、ただまあできればね自家焙煎のコーヒー屋さんを応援したいので僕らはそうですね、できれば自家焙煎のコーヒー屋さんで買ってあげてほしいなみたいな気はしますけどね、うんうん、まあいろいろ経験してこういう時はこんなところでみたいなのが、うん、こういくつかピッパポポポンと見つけ、ね、うん、なるぐらいになったらすごいですよね、うん、まあ、ただできれば入れ方はこだわってほしいですよね、できれば。やっぱそうですか、僕はね最終的にやっぱり入れ方の方に来てほしい気がしますけどね、うん、うん、やっぱりコーヒーっていうのは確かにいい豆を買えばみたいな感じもまあ人は言いますけど、やっぱり入れ方大事だよなって僕なんかどっちかと思って生きてきた方なんで、うん、うん、まあ焙煎も大事、生も大事、入れ方も大事って言って、まあ、みんな大事なことはみんな百も承知なんですけど、その時に、コーヒー屋的にはやっぱり商売的な都合もあり、何が大事って言った時に入れ方一番おろそかにされるんですよね。なんでかっていうと、コーヒー豆を売らにいかんのにそんな入れ方なんか言っとれるかいみたいな感じが本音ではあるんですよ、うん、コーヒー屋って。だから生当然扱ってるんで、こういい生を扱ってる時は生が大事って言いますし、焙煎にこだわってる場合、焙煎が大事って言いますし、ただそこでもう売れるんで、その段階でコーヒー豆は豆やって売るんで売れちゃうんで、だから入れ方が大事っていうとこを、言う必要があんまりないんですよ。入れ方って最後の、川下の
お客さんが最後に、こだわるかどうかの部分なんで、うん、そこが大事っていうのは言わんでも売れるんで、うん、だからどうしてもおろそかになるのが大体入れ方なんですけど、ただ、喫茶店やっとられた方とかなんかそういう人たちともう話すると、大体入れ方のところでどんだけいい豆を作ろうが何しようが、最後の、カップの中のコーヒーを美味しくするかどうかはあのマスターの腕次第っていうのが大体、コーヒー立ってる人たちの大体意見なんですよ。で僕もそれはねその通りだと思ってるわけ。だけどコーヒー屋は売るまでが勝負なんで、うん、そこのとこはあんまり必要ないんで、だから抽出がおろそかにされるのは、ちょっといかんなとは思いますけどね、うん、ドリップダラー買ってください。そうです、そこでドリップダラー、ね、ドリップダラーがあるわけですよ。でこのドリップダラー電子レンジでも対応できます。あ、電子レンジって、体にいいか悪いかという話言われましてね、あのちょっと質問で、言われたんですけど、あ、僕はっきり言ってあの何でも、新しい技術はどんどん使えばいいと思ってるんですよ。もうなかなかあれですよね、中川さん電子レンジ派じゃなかったですよね。まあ派じゃなかったですね。まあどっちかというと昔ながらの、有線の温めを、推奨する側でしたけどね。あの電子レンジあんまり使う機会がないんで。ただこう学者という、例えばキュウリ夫人っていたじゃないですか、うん。いたじゃないですかって見たこともないですけど。うん、あの人ってああいう X 線とかなんか。ああいうのを、ね、発見した人ですけど、あの人って被爆して死んでるんですよね、うんうん、結局、科学ってなんだかんだ言っても、何が悪いいいって後からでしか分かんないわけですよ、うんうん、だから、キュウリ夫人みたいな人がこう一生懸命やってる中で、被爆というのが大変なことなんだということはあんまり分かってないもんで、そのままやって、亡くなってるんですけど、まあそれは知らんかったもんで、キュウリ夫人的には何とも思わんかったんじゃないですかねという僕は思うんですけどね、うんうん、だからいいんじゃないかな、はい、ただあのなんだっけ、電磁波あ電磁波、電磁波で、はい、なんて頭が痛くなったりとか、電磁波気になる方、過敏で気になる方、過敏で気になる人いますね、 にはやっぱ強くは勧められませんけど、うんうん、便利だと思いますよ、やっぱりすぐ、うん、だからちょうど知り合いで、ね、電磁波とかなんかに過敏で、うん、低周波に過敏でっていう人がやっぱいたんですけど、やっぱ本当に大変そうですもんね、うんうん、だからああいうの見てるとは大変だなと思いますけど、まあ、自分はもう電磁波は平気だし、なんだかんだ言っても花粉症でもないしもうそういう意味合いで言うと、そういう人たちのこう苦労があんまり分かっていないという意味です、ね、うん、レンジの方がやっぱり温め直しとかは劣化は少ないと私は思っていて、うん、ただ一つ感じるのはレンジの方が冷めやすいと思うんですよ。あ、僕もそれ思う。コーヒーが温めても、だからすぐ飲むんだったらいいけど、すぐ冷める、うん、それはね、電子レンジって思うね、うん、劣化はしにくいと思うんですけど、湯煎とかそういうもので直接、ね、うん、火にかけて温めるよりは全然劣化はしないけど、うん、冷めるのは早い。あのね、湯煎って簡単に言うとダラダラと温めてるんで、ダラダラと温めてるっていうことは、分子が全部その温度の、振動を持つんだと思うんですよ、うん、で電磁波ってで電磁波というか電子レンジで温めるときって結局その分子の一部が動いて温度が形成されてるだけで、全体がそこの温度に到達してるとはとても思ってないんですよ、うん、だから温めたものが冷める時間がどちらかというと電子レンジの方が早いんじゃないかなという僕は見てますけどね、うん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 、だけどとっとと飲むならもう、そう全然同じですからね。で夏場なんかね、
火は使いたくないわけじゃないですか、できる。そうですね、電磁波関係なく熱いの嫌ですもんね、うん、そうだから、うん、レンジとか使えるんだったらそれはそれ。そうですね、あ、そういう点ではあれですよ、水出しのアイスコーヒーはいいですよ、電気使わないし、使いませんね、火も使えない、はい、そういうことで、冷たいアイスコーヒーが結構すぐできる、すぐできるためには実を言うと電子レンジで、水出しのアイスコーヒーのパックをですね、電子レンジでバーンとこうやっといて、はい、それを、うん、それを水につけてやるとですね、水の入りが良くなりますよね、うん、だから、うん、1時間ぐらいで、1時間ぐらいで、水出しのアイスコーヒーができるんで、またそれもまた説明する機会もあると思うんですけど、うん、そういう感じですかね。あと、はい、夏の飲み比べ、1週間ちょい経ちましたね。あ、ちょうど、はい、もう経ちましたよ、売り出しまして、はい、あと何個残ってるんですか。5ですかね。はい、5個になりました、はい、お早めに注文いただければと思いますね、はい、電話でご予約もございました。 ありましたね、はい、はい、おかげさまで、はい、これはあれですよね、本当はあと何日間かで売り切れってなりそうな感じですよね、うん、ということなんで、今日はここまでにしましょう、はいはい、コーヒーが冷めちゃうかも、はい、大丈夫です、電子レンジじゃないんで